俺の名前はカズオ。俺にとって孤独なんて言葉は無縁だと思っていた。お待たせ。待せよカズオ、いつまで待たせるんだよ。今日おごりね。悪かったって、仕事長引いてさ。週末に学生時代からの友人と会ったり、子供の頃みたいにゲームをして遊んだり。よっしゃ、俺1位。お前ドリフト上手すぎだろ。やり込んでるな。自分一人の時間だって充実していた。へへへ、この間作ったカレーかなり凝ったぞ。無水カレー、素材の味がたっぷり出てるからな。あ、待ってました、カズオの料理。休みの日ずっとこういうことしてるの普通にすげえよな。そんな人生がいつまでも続くと思っていた。倒産ですか。ああ、仕方ないんだ。申し訳ない。歳は今や50に差し掛かっていた俺からすれば、再就職するにはしんどい年齢であった。それでも独身で安いアパート暮らしをしていれば、そこそこの蓄えはあった。まあしばらくはこの自由を楽しむか。仕事を失えば自分の時間が増える、そう思っていた。ただ生活のメリハリがなくなると家事をする手間がめんどくさくなっていた。出かけるわけでもないしな。風呂も洗濯もめんどくせえな。そうだ、たまにはあいつらとって、あ、そうだ、あいつら結婚したんだったな。当初は遊んでたけど、やっぱり疎遠になったな。俺どうやって遊んでたっけ。考えればいくらでもある。ゲームでもまたすればいいし、凝っていた料理にまた取り組んでもいい。ただ年齢的な問題もあるのだろうか。虚しさから何もする気が起きず、ただひたすらにテレビを見続けた。ニュース、ワイドショー、途切れなくあるもんだな。そして気づけば夕方になり、涙が勝手に流れていた。なんで泣いてるんだ俺。出かければ少しは気分も晴れたかもしれない。ただそんな気力がもう湧いてこなかった。腹減ったな。動かなくても人は腹が減る。そんな時俺はようやく重い腰を上げ、近所のコンビニで弁当を買っていた。願いします。はい。少し匂うなこの人、ちゃんと風呂入ってるのかな。店員は異臭がするのか、俺に対してしかめっ面をすることが多かった。風呂入ればいいんだろうけどな、全然やる気出ねえんだよな。申し訳ねえな。こんな数少ない外出でも人に迷惑をかけている気がした俺は、ネット通販を活用することにした。これなら外に出なくても飯は確保できるな。体に悪いことはなんとなく分かっていたけれど、便利さや気楽さの誘惑にはかなわなかった。カズオ、こんな不摂生な食生活を送ってたら病気になるよ。あ、まあまあ母さん落ち着いて。こんな風に両親から叱られれば変わったかもしれないけれど、今俺には親はもういない。昔は鬱陶しいとか思ってたんだけどな。いないならいないで虚しいもんだ。ただ完全に誰も身内がいないわけではない。俺には兄がいた。しかし仲がいいわけじゃない。連絡したところで言い合いになるだけだしな。お前寂しい人間だな。なんて言われるのは目に見えてるし、もういいか。収入が一切ないまま、そんな暮らしが続いた。うわ、減る一方だとこんな感じなのか。そろそろパートとかバイトでもしないと。でもな、めんどくさいしな。新作ゲーム発売。あれ、新作出たのか。最新のゲームとかたまには。あのダヴィンチクエストがオープンワールドに。広大なフィールドを冒険できる。税込み8900円にて。高いな。却下で。たまに何かやろうかという思いも、金がないとその意欲は一気にそがれた。トイレ行くか。不節制な極貧生活を送ると必然的に体は不調をきたし始める。
とても短い距離の移動のはずなのに猛烈な疲労感に襲われることもあった。おかしいな、なんでこんなに足のむくみや立ちくらみなど明らかに体に変調をきたしていた。心臓に病気を抱えている人の特徴5選、とても疲れやすい、足がむくんでいる。次に自身の調子をネットで調べると病気の可能性が高いことが分かった。もしこのチェックが当てはまったら突然の心筋梗塞のリスクも考えられます。心筋梗塞か。いつか病気で孤独に命を終える、それは遅かれ早かれ想像できたことだ。まあそんな人生もありかな。そして俺は思い出した。しばらくカップ麺の宅配の受け取りすらしておらず食事も取っていなかったことを。これで終わるのか。俺の人生これで良かったのか。薄れゆく意識の中でそんなことを考えた。いいわけないだろ。いつの間にか俺の部屋には宅配業者、役人らしき男、警察がやってきていた。衰弱寸前の俺は保護され、病院に一時的に入院し食事を取ることができた。なんかちゃんとした飯久しぶりに食った。そりゃあカップ麺ばかりじゃな。なんとか助かってよかったよ。俺孤独死ルートまっしぐらでしたよね。予防法として地域とのつながりを持つとか誰かと話すとかサービスを利用するとかあるのは知ってたんです。でもそんなことをする気力もなかったんだろ。はい。でもなんでわかったんですか。あなたが警察とかに言ってくれたんですよね。そりゃああんなに不在票が溜まってたら不審に思うよ。あんたが受け取らずに注文だけを続けていたから分かったことだ。あんたが生きようとした証だよ。そうですか。不在届以外にも干しっぱなしの洗濯物やつけっぱなしの電気、電気、ガス、水道メーターの動きだけでも人が生きているかどうかの判別はつきます。そういうもんなんですね。それだけじゃありませんよ。地域の人は案外周りを見ています。あの草屋さん最近来ないんですよね。ほう、それは気になりますね。いつも来ていた人が来なくなったということも案外人は気にしてくれます。知らなかった。なんかほっとしました。俺案外一人じゃなかったんですね。そうですよ。次からはちゃんとした支援を受けてくださいね。その時ふと気になったことがあった。久しぶりに見た携帯には兄からの着信が表示されていた。兄貴？仲は悪いし連絡なんて取り合ったことなんてほとんどなかった。だからこそこの着信が気になった。出ない。どうかしましたか？いえ、嫌な予感がした俺は気になって病院から飛び出し、ずいぶん前に聞いていた兄の一人暮らしのアパートに向かった。兄貴、ちょっと和夫さん安静にしてないと。って、その時俺は思い知った。自分が運が良かっただけなこと。これ、警察を呼びましょう。ここからは警察の仕事です。なんで俺は助かって、兄貴は誰にも助けてもらえなかったんだよ。自治体によってサービスに差があります。それに郵便物が溜まっていても何も言わない人だっています。そうか、そりゃそうだよな。普通そんなに他人に関心なんてみんなないよな。きっと俺や兄貴みたいに孤独に時間を過ごしている人が少なからずいる。俺みたいに支援や周りの人が気づいて孤独の底に落ちるのを防ぐことができればそれは幸運だろう。ただそれに引っかかることなく落ちていく人間はきっと多い。兄貴もこのフックに引っかかれなかった人間の一人なのか。そんな孤独の穴の底に落ちていく人に気づける人が一人でも増えてくれたら助かる命はあるのかもしれない。俺も訪問とかボランティアあるなら力になります。ありがとうございます。
でもまずは自分のことも第一にしてください。わかりました。